はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ今回は6回裏11対2と9点リードしていたはずが、ワンアウトランナーなしから11失点してなぜか負けてしまったチームの話を元気にしていきますが、先日マリナーズは先発投手ルイス・カスティーヨとの契約延長を発表しました。契約は来期からの5年総額1億800万ドルの契約で、契約最終年の2027年にカスティーヨが180回以上投げて、かつ翌年開幕から IL に入るような怪我をしていなかった場合には、自動的に年俸2500万ドルで6年目の契約が追加される形となっています。なので6年目が追加された場合には最大で6年総額1億3300万ドルの契約ですね。また2025年から2027年の3年間の間にカスティーヨが肘の怪我で130日以上欠場した場合には、6年目の契約は500万ドルのクラブオプションにもなるという、万が一の事態にも備えた契約にもなっているそうで、マリナーズは以前フェリックス・ヘルナンデスともこんな契約結んでいましたね。契約最初の3年間はトレード拒否条項も盛り込まれているとのことです。カスティーヨに関しては彼がマリナーズに来た時から一刻も早く契約延長してほしいと願っていた選手なだけに、先日のフリオに続いてしっかりとそれを実現してくれたフロントには本当に感謝しかないです。ディポトさんは仕事のできる男です。マリナーズはここ1年くらいで長期契約を結構結んでいますよね。FA でロビーレイと5年契約を結んでから、アンドレス・ムニョスと4年契約、開幕前にはショートの JP クロフォードと5年契約も結びましたし、フリオには最大17年契約を渡して球界中に衝撃も与えました。そして今回カスティーヨと5年契約と、これから数年間のチームのコアに据えたい選手たちを着々とマリナーズ囲い込んでいまして、これからのチームが楽しみになるくらい順調に契約延長できています。これでおそらく契約延長のラッシュは一段落したと思いますが、フロントはさすがの仕事ぶりでした。それにしてもカスティーヨの契約延長がまとまって本当に嬉しい。今年のトレードデッドライン先発投手の中ではナンバーワンの評価を受けていたカスティーヨ、マリナーズはノエルビ・マーテを含む複数のトッププロスペクトを支払う痛い出費を伴いながらも獲得。結構出したなぁとはトレード投手思いはしたものの、それだけ今年何が何でもプレーオフに行くぞとフロントの本気度も伺えるような補強でした。カスティーヨはトレードの時点で順調にいけば来年のオフ FA となる予定で、マリナーズが保有できるのは最大でもあと1年半。これだけトッププロスペクトを出した以上は、カスティーヨと契約延長してほしいとトレードがまとまった時の動画でも話した記憶ありましたし、おそらく多くのマリナーズファンの方も同じように感じていたかと思いますが、カスティーヨを残せたのであれば、マーティやアローヨとの別れは今はまあ残念ではあるけど全然 OK くらいにはなったんじゃないでしょうか。少なくとも私はそんな感じですね。マリナーズ移籍後のカスティーヨは今のところチームの期待通りのピッチングを見せていまして、移籍後10先発で防御率 3.34、 ここ数先発試合中盤に崩れるケースが目立っている点は気になりはするんですが、ヤンキース戦でのあの圧巻のピッチングなどを見せられるとこれよこれとなってしまうのがファン心理。今季のカスティーヨは低めのリリースポイントから繰り出すゾーン高めのフォーシームが絶大な効果を発揮していて、これに加えてチェンジアップやスライダーなど変化球も一級品であることから支配的な投球を見せていますよね。それでいて長いイニングも期待できる点も優秀。今季のマリナーズの先発ローテーション、開幕時点ではフレクセンとマルコ・ゴンザレスというイニングイータータイプを2人抱えてスタートしましたが、フレクセンの枠がカスティーヨに代わってローテーションの見栄えがガラッと良くなったことで、もはやカスティーヨのいないローテーションは考えられない。獲得に際して大きな出費は伴いましたが、今年の夏の移籍市場先発投手で他にも注目されていたフランキー・モンタスやタイラー・マーリーなどの現状を考えると、カスティーヨを選んだ判断は正解だったと思います。で、契約についてですが、パッと見5年1億800万ドルと聞くと、彼クラスのピッチャーならものすごく安く感じますが、実際には割と妥当な金額なのかなとも思います。というのも今回の5年契約は、来期の年俸調停最終年も含んだ契約で、もし契約延長していなかったら、来期のカスティーヨの年俸はおそらく1200万ドル、1300万ドルぐらい。この額を除くと FA イヤーをどの程度の金額で買い取ったかがわかるわけで、だいたい4年9600万ドル、2028年の契約が2500万ドルで追加された場合には、5年1億2100万ドル、年平均2400万ドルくらいの契約であると、昨年オフの先発投手の FA 上位クラスの選手たちとほぼ同じか、それより少し上くらいの評価かなという印象で、ブルージェイズと契約したケビン・ゴースマンが5年1億1100万ドルで、年平均2200万ドル、マリナーズと契約したロビー・レイが5年1億1500万ドルで、こちらは年平均2300万ドル。契約当時のゴースマンやレイと比べたら、今のカスティーヨの方が実績はありますが、30歳のシーズン終了後に FA を迎えていたと考えれば、まあ妥当なライン、もしかしたら少し安いくらいというところでしょうか。バーゲンというほどではないと感じています。
ただじゃあカスティーヨが FA 市場に出て今回の契約と同規模の金額でマリナーズに呼び戻せたか、こればかりはわからない、むしろかなり怪しいとすら思いますので、他のチームのオファーを考えることなくじっくりと契約交渉に臨め、市場価格以上に払うことなく契約延長をまとめられた時点でマリナーズからすれば何ら問題なかったのかもしれませんね。カスティーヨとの契約延長がまとまったことで当面の先発陣がほぼ固まりました。というか2024年まで今のローテーションの5人が残り、2026年までマルコ以外の4人が最低でも残る予定です。デプス要員として来季残留が決まっているフレクセン、ダブル A でプレイしているハンコックやダラード、ブライス・ミラー、さらに今季途中からブルペンに回ったマット・ブラッシュを再び先発に回すことも考えられますが、まあ何か不測の事態が起きない限り基本は上の5人で戦うことになると、このローテーションでしばらく戦えるのはなかなかに贅沢な話ですよね。ギルバーとカービーの成長次第では MLB でもトップクラスのローテとなる可能性もありそうで、マリナーズとしてもそうなってくれることを期待していることでしょう。しかもうまいことレイとの契約が切れるタイミングでギルバートの保有権が最終年を迎え、6年目の契約が追加されなかった場合にはカスティーヨの契約が切れるタイミングで今度はカービーの保有権が最終年を迎えることになりますので、レイの年俸分をギルバートの契約延長に、カスティーヨの年俸分をカービーの契約延長に回すこともできると。もちろんギルバート、カービーが契約延長するに値するだけの選手になるか、そもそもマリナーズとの契約延長を選択してくれるかはわからないにしても、うまく世代交代できるよう契約期間を組めている点も個人的には非常に良いなと感じた部分です。先発ローテーションの悩みがほぼなくなったため、これでオフの焦点は打線補強に絞られることになりました。マリナーズの来季年俸総額は現時点で1億3000万ドル前後と予想されていますが、すでにレイ、カスティーヨ、JP、フリオと大型契約を結んでいることや、年俸調停を迎える選手の増加による今後の年俸総額の上がり方も考えると、今オフ FA の最注目選手であるアーロン・ジャッジやトレイ・ターナーなどこのクラスにアタックするのはさすがに難しくはなったのかなと。まあこのあたりはもともと難しかったかもしれませんが、カスティーヨとの契約延長でその可能性は限りなく低くなったと感じています。ただ3、4年契約で年平均1800万ドル前後の契約をもう一つくらい追加する余裕はおそらくあるはずで、例えば不安の多い外野に高い出塁率に期待でき、センターもできるブランドニーモや高打率とゴールドグラブ級のレフト守備を誇るアンドリュー・ベニンテンディ、このあたりの選手を狙いに行く、狙うだけの資金は用意できるはず。加えて単年2年契約でハニガーを残留させたり、結局今年も埋まらなかったセカンドを取りに行くなど細かな動きができたらベストですかね。なぜか今年も頻打に苦しむ場面も多かったマリナーズですが、この冬はきっちり攻撃陣の補強を行ってほしいところですし、それに集中できる環境は整ったのでぜひ実現してもらいたいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。